さて、年末でございます。もう年賀状書きました？まだですか？遺言書は書きました？まだ。仏教ではこの年末はだいたい仏明会という法要が行われます。これは頭にね、三千礼拝仏明会っていうのが南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。これが一回です。これを三千回、三日間かけてするんです。そういう風なことを仏様の前で、今年一年私いいように生きててきたかもしれんけども、悪い風にも生きてきたかもしれん、心の罪、知ってか知らずか作った罪っていうのがありますね。あんたバカやなって言ったのは分かって作った罪です。ご飯食べててもね、罪を犯してると私は思うんです。なんでかって言ったら、多分一誉れを作るためにはいろんな虫が殺されてきたと思う。病気にならんように、病気を運んでくる菌を殺すように、いろんな命が見えないところで殺されていると思うんです。私たちが美味しいお米を食べたい、美味しいご飯を食べたいっていう、その向こう側に無自覚のうちに殺されていく命っていうのはきっとあると思うんですね。私たちはその命の上に生かさせていただいて、この命いただけてることありがたいな、いろんな命のおかげなんだなってことを思いながら仏様に向かうのもこの年末の大事なところでございます。恩を必ず受けて生きてますよというふうな教えがございます、仏教。一つ目の恩は父母の恩。父母の恩は簡単ですね。お父さんお母さんでございます。お父さんのお母さんの上にもお父さんお母さん、いわゆるじいちゃんばあちゃんがいます。その上にもいらっしゃる。戦争の前から、もっと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 昔から命の連鎖は絶対続いてきてます。その中の誰一人、ちょっとサボってですね、もう子供やめとこうか、子供おろそうか、作るのやめとこうかって思ってはったら、私らの命はもしかしてないかもしれないわけです。そう思うと、単なる偶然で私たちはここにいるわけじゃない、すごい確率の命の連鎖の中で命をいただけているわけです。だから私たちの体の中にはご先祖が詰まってる。呼吸をして空気がどうなっていくかとか、心臓を夜寝てる間に何回打とうかとか、そういったものは全部このご先祖様が私たちの体になり代わってやってくださってるわけです。体の中から、そんな父母の恩、体の中から、私たちの体の中から頑張れ頑張れって応援してくださってる父母の恩、それをちょっと歌にしてみました。魂の応援団という曲でございます。右手と左手に流れる赤い血にはお父さんとお母さんの命がずっと流れてる。最近しくしく痛むお腹の隅々にも死んだじいちゃんとばあちゃんの命がずっと流れているよ。ああそうか、僕らの体の中からたくさんの魂の応援が響き始めた。このままで素晴らしい。フレーフレー、誰よりもあなたが幸せになりなさい。
しい命にはこんな僕と僕の家族の命がずっと流れているよ。ああそうか、僕らの体の中にはこれからの未来を助ける力が宿ってる。ああそうか、僕らが死んでも僕ら子供たちの景色の中でずっと生き続けるのだ。ありがとうございます。